おはようございます。今日は2月4日。今日のアートはこちらです。大日如来様の梵字になります。さあ、祈りの写経プロジェクト笑顔缶バッジ支援の方もね、よろしくお願いします。今日は一緒にね、体感していただくのはこちら、女神のハーバルカラーミスト。本当に可愛いピンク色でね、これはカヤと言います。私も本当にこの色が大好きで、これを見てピンときて女神のミストを買い始めたんですね。で、まあ、先に出ていたこの2本も買って、もうすごい私ピンク好きなので、とても可愛いので気に入ってます。で、このピンクのカヤに関するエリックからのメッセージをお伝えしますね。今この惑星の女性性エネルギーが上昇しています。過去における女性への恐ろしい迫害は消え去り、真の愛と尊敬という新しい風潮が多くの国々で広がっています。女神ミストカヤは女性を癒し、浄化し、意識を高みへと力強く引き上げることでしょう。あなた自身を本当に特別に扱ってください。私たちのあらゆる側面をヒーリングします。気分を高揚させ、感情のもつれをほどき、特に多くの女性が抱える問題を解決するための錬金薬といえます。このミストに使用されているローズの美しい香りは生殖機能に作用し、ハートに愛を注ぎます。成分はすべてピンク。恋愛、家族愛、友愛、すべての愛をサポートします。にね、もう優しいピンク色なんですね。それで第三チャクラ、第三っていうのはイのところですよね。フローラルウォーターはローズ、エッセンシャルオイルもローズです。まあ、第三チャクラの働きは、人に左右されず自分の意見を表現するパワーであったり、困難にくじけず粘り強く取り組むパワー、あとユーモアだったりしますね。で、このカヤの特質なんですけど、女性特有の問題、特に感情をサポートしてくれ、自分も他者も愛する。で、このカヤを継続して使用した多くの人たちから、綺麗になったね、女らしくなったねとこう言われるようになったっていうフィードバック、感想もいただいている、そういうエッセンスですね。このエリクシールに入っているローズ、これは生命力を高め、女性を内側から美しくします。また相手が自分のために何かをするのが当たり前といった感謝が欠けている状況を癒します。人から与えられるものに対する感受性をオープンにし、相手に感謝を伝えたいっていう気持ちを促してくれます。ピンクはもう本当に自己愛ね、自分自身を受け入れ、受容し、愛するっていうね。よく陽子さん、自分を愛するってわからないってね、ご相談があるんですね。自分を愛するってどうしたらいいんでしょうかって。もう自分を愛するっていうのは、自分を全て受容する、どんな自分も受け入れる、そういうことじゃないかなって思うんですね。で、自分を信じる、愛は信じる、ね、信じるということは愛なので、まずは自分自身を信じる、そして存在すること、もう存在するだけでいいって、自分自身の存在を認める。何かが素晴らしいからじゃないんですよね。今ここに命あることが素晴らしい、まあ、それがね、ピンクの需要っていうことなんじゃないのかなって私は思います、ね。なんか何か特別なしたことをしてから愛されるとか、そうじゃないんですよね。で、
今日ご紹介したい音叉があるんですけど、こちらね3本あります、ね、これは失われた3つの音っていう音叉なんですね、まあ、ソルフェジオ音叉なんですけども 174Hz、 この一番長いこれですね。これは安全性と愛で、この真ん中の長いやつは 285Hz、 本来の状態へ戻る。そしてこちらが 963Hz、 聖なる存在とのコミュニケーション。これもね、あの周波数を全部一桁にするとこれが3、これが6、これが9、ミーロークになるんですね。でね、失われた3つの音、音叉、すごくね美しい音色です。私たちの体の中の細胞にこう振動してね、で元の状態に戻していってくれます、ね、本当に音叉もとってもおすすめです、ね、とても美しいでしょ、ね、こういうあの音のエネルギーとね色のエネルギーね、これがあの一緒にこう取り入れることで本当に癒しのねヒーリング起きますのでね、ぜひおすすめになります、はい、すごくカヤは香りもいいのでね、あのぜひサロンにあの香りをね体感しに来られてください。そしたら光の言葉51、発するエネルギーが美しい人は輝いている。
日元気にお会いできることを楽しみにしております。私はあなたを愛してます。私はあなたの応援者です。